フィレンツェペネトラ空港はイタリアのフィレンツェの近郊セストフィオレンティーノにある空港。ターミナル内1910年に航空機の発着場としての原型が作られ、1920年代に飛行場としての整備が始まった。第二次世界大戦を経て1940年代後半に初の旅客便の空港として使用された。1950年代以降に、 アリタリア航空が乗り入れ、以降近隣諸国の航空会社などが、フォッカー F27 などで乗り入れた。1984年に、Z 旅客機に対応して滑走路が1400メートルに伸ばされた。世界的な観光都市であるフィレンツェの近郊にあることから、フィレンツェの空の玄関口として機能しており、トスカーナ州では、ガリレオ・ガリレー国際空港に次いで2番目に、 大きな空港である。2013年の利用客は約198万人。探検家の名を冠してアメリゴベスプッチ空港とも称する。空港及びターミナルの規模が小さいため、ボーディングブリッジは設けられていない。また、滑走路上の制限からボーイング737やエアバス A320。 エンブラエル190やアブロ RJ70 クラスの小型機のヨーロッパ機内からの乗り入れが中心である。Z 旅客機用に6スポットが設けられている。2015年以降バリアフリー化を中心とした改良工事が行われたが、ボーディングブリッジは設けられておらず、バスもしくは徒歩で移動して、タラップでの登場となる。ターミナル内にはバスやタクシー乗り場、ATM や両替所、 レストランやバー、ブティックや免税店、航空会社やクレジットカード会員向けのラウンジなどが設けられている。また隣接して駐車場が設けられている。フィレンツェ市内中心部とは車で20分から30分程度の距離である。鉄道は乗り入れていないものの路線バスやタクシー、ハイヤーなどで市内中心部に出るのが一般的である。また空港内と 主要レンタカー会社のカウンターが集まる駐車場を結ぶバスが10分から20分に1回巡回している。ありがとうございます。